FM21 では皆様に喜んでいただける番組制作に努力を続けています。どうぞご意見ご希望ご感想などがございましたら、いつでもお気軽に FM21 の電話 876-0021 またはファックスナンバー 877-1118 にご連絡ください。お待ちしています。 FM21 の周波数は 76.8MHz 浦添市前田丸産業ビル7階スタジオからお送りしています。今日もFM21 の放送を聞いてくださってありがとうございます。はい、皆様こんばんは。今日は2021年10月の7日木曜日、今週もやってまいりましたワンヌウムイの時間です。この番組はすべての子どもたちに笑顔を届けたい、子どもに笑顔を送る会ありがとう。浦添市ぐすくま通りにあります特定非営利活動法人テダコ、そしてアップルパイのおいしいお店クッキングテダコ、共に日本の未来を創造する SNS フリージャパン、タクシーのパーツとデジタル無線のことならすべてお任せの沖縄タクシーマート、以上各社を応援いたしております。なおこの放送は YouTube チャンネルチャンネルボギー様のご支援でお送りさせていただいております。皆様改めましてこんばんは。当番組メインパーソナリティのボギーテドコンでございます。まあ10月に入った沖縄、まるでね夏のような天気が続いておりまして、緊急事態宣言解除の最初の週末はどこも人で溢れているということでございました。まあ、そういった中でね、どのような光景を見てきたのか、まあ、今日の私のスタッフにもいろいろ聞きながら放送を続けていきたいと思っております。さて、今夜の私の頼もしい相棒をご紹介したいと思います。まずは、はい、毎回毎回コスプレをね、楽しんでおりますHK ゴスロリマンゴー仮面さんでございます。こんばんは。どうもオレンジの実です。こんばんは。オレンジって上部分はあの赤なんだけど、ちょっとあのこれツイキャス見てる人じゃないとわからないですけども、上赤になってるよ。もう本当に今日の初っ端からもう思いっきりこけまくってますね。マンゴーさんはね。そしてあのマンゴーさんの前で笑いをねこらえきれないタカさんでございます。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、そして唯一正気を保っているオカメさんでございます。こんばんは。はい、はい、パンピー代表のオカメ八目です。はい、ということで今夜もこの4名で、にぎやかに楽しく、既存のメディアが報道しない本音をズバリと放送していきたいと思っております。どうぞ今夜もよろしくお願い申し上げます。はい、改めまして、こんばんは。当番組メインパーソナリティ、ボギーテドコンでございます。まあ、10月1日からこの緊急事態宣言が解除されまして、まあ、街にはまあ賑やかさがね戻ってきたような気がいたします。まあ、ショッピングモールなどもね、この駐車場が本当に車でいっぱいになっておりまして、まあ、各売り場は本当に人がね溢れておりまして密という感じでございます。まあ、実は私あの土曜日にあのちょっと美浜の方までね用事があって出かけたんですけど、もう美浜の通りなんかも車が渋滞しておりまして、今日土曜日だよね、何も催しもないはずだけどと思いつつ、まあ、渋滞の中にはまってしまいました。まあこんな渋滞の中にはまっても面白くないんで、途中で海の方に曲がりまして、まあ、アラハビーチのところに行ってみたところ、そこも駐車場がいっぱいで、なんとねこのビーチも泳ぐ人が溢れていたということでございまして、まあ、中にはあのビーチにテントをね張ってる方もおり、また波打ち際でねビーチチェアを半分かあの海水に浸かりながらのんびりしている方々もいまして、今10月だよねなんてね本当に信じられないというような感じだったんですけど、さてこういう暑くなるとやっぱり HK さんなんかはね裸になる性格なんですけど、HK さん
週末君何してました？いや、まあまだちょっと部屋の掃除とかをしてました、ね、やっぱり高橋さん部屋にこもってね暗い部屋でモニターを見せるっていう、もうモニターをじっと見つめていたんですね、チケイさん。いや、はい、まあ君のでもそれ影の仕事ですからね表向きは一般の会社員、しかしその正体はということでね、タカさん実は悪を成敗するマンゴー仮面だったということでね、いや本当に HK さんも情報通ある意味令和のゴジカラ男とも言えるのかなってでもタカさんどうですか、やっぱりこの緊急事態宣言解除されて街の様子っていうのは、自分の周りはそんな変わったっていうことはないですね。もう緊急事態解除される前から結構スーパーとかショッピングセンター人がいっぱいいましたし、でこれ先月のことなんですけども、私ある仕事帰りにあるショッピングセンターに行ったところ、子供たちがマスクをしないでギャーギャー騒いでいて、それで親も注意しないで、店員さん見かけてもですね、まあ、静かにするように言わないっていうことで、これってちょっとどうなのかなっていう感じはしましたね。確かに武漢ウイルスの子供の場合とか若い人の場合って高齢者に比べて重症化するリスクが低いんですけども、でも武漢ウイルスって人にうつりますから、いくら子供 で重症化リスク低いといっても、まあ、ちょっとこれではまた第6波来た時にどうなるのかなっていうふうにちょっと不安に思いましたね。私もね同じようなやっぱ思いをしたんですけど、まあ、これ明らかに観光客、ね、カバンを引っ張ってる観光客の方だったんですけど、もうこの緊急事態宣言が解除されたからっていうわけではないと思いますけど、もうマスクもしないで普通にキャーキャー言いながら、はい、歩いていまして、解除されたイコールもうこれ武漢ウイルスが撲滅されたわけじゃないんだけどなっていうふうに私ちょっと心配になったんですけどね、岡部さんこういうふうに完全にこの武漢ウイルスが抑え込まれたわけでもない中で、まあ、感染者数が減ってですね、まあ、ある基準をもうクリアしたからっていうことで今解除になってますけど、今後まあ10月11月12月、まあ、涼しくなりますし、まあ、年末に向けて人の動きっていうのもかなり活発になると思いますけど、岡部さんの見立てとしては今後どうなると思います？いやもう確実に増えることは覚悟した方がいいかなと思いますね。で、まあ、ワクチンの効きがどれだけあるのかと、その後そのコロナ、変異の方がどういう風な形で悪質になるのかと。ああそうですよね、この変異する可能性がありますからね。そうですね、その変異の悪質性が際立ってたりしたらワクチンが効かなくてまたドンと増えてしまうっていうことはもうみんな思ってるんじゃないですかね。それはそうですよね、まあでもこの解除されたっていうことで結構沖縄県民もう大丈夫じゃないかっていうふうに気が緩んでるような気がしてならないですよね。まあそうですね、自分はちょっと解除される前から気が緩んでるなっていうふうには感じてましたけどもちょっと解除後はそれちょっと輪をかけた感じはしてますね。はい、はい、まあ、特にこのショッピングモールなんかね、もう本当に密ですよ、 HK さん、ね、まあ、そこを君がいつものようにね、すっぽんぽんで走り抜けたらみんなキャーって言うと思うんですけど、はい、まあ、でも HK さん仕事柄ね あちこち回ってると思いますけど、なんかこの解除されてから街中の様子変わりました？まあ、国際通りなんですけれども、やっぱり解除される前とされる後で、された後では夕方とかお店の看板とかが光ってるところ多いですね。ああそうですね。で人通りもちょっとやっぱり多いかなという感じですね。まあ、自分は週末のね沖縄一の繁華街と言われてる松山通ってみたんですけど、まあ最盛期にはやはり及ばないんですけど、いつものキャッチのね若い男の子たちがいっぱい立っていまして、まあ、どんどんなんか賑やかさが戻ってきたなっていう、まあ、感じがしているんですよね。ただ今ワクチンの接種がどんどん今進んでおりまして、
まあ、このメンバーの中ではね抜け駆けして番号仮面さんが一人でね、タカさん2回も接種して、なんか、マウント取ってましたからね。そうですね。取ってないで、しかもなんか、草より収録休んだりとか。はい。まあ、そんな感じで、私も、実は、日曜日に、接種を受けてきたんですけど、朝受けたんですけども、午後から腕がね、なんか、どよよんと重くなりまして、まあ、ちょっと2日、3日ぐらい、ちょっと腕が痛かったんですけど、まあ、幸いに、高熱は出なかったんですけどね。はい。HK さんは熱とか出なかったんですか？出なかったですね。まあ、君、年がら年中熱にうなされてますからね。暑くなってますよね。いやいや。暑くなりすぎてね、タカさん顔色がオレンジ色になってますからね。あるいは、まあ、服を脱いだりとかね。そう。まあ、HK さん、オレンジ大好きですからね。はい。まあ、そんな感じでね、沖縄県本当になんかどん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 緩んでるような感じがいたしますけど、ここでね、また油断して、もう大丈夫さなんてやっちゃうと、また新たな、ね、感染のピークがやってくるんじゃないかというふうに心配していますけど、まあ、このワクチンについてもね、いろいろ賛否両論がありまして、まあ、私のところにも知人から、ワクチンは危ないから受けない方がいいよって言ってね、わざわざメッセージが来たりしたんですよ。ところが自分なりに考えてみると、まあ、自分はこのワクチンを打たないでこの武漢ウイルスにかかってしまったんですよね。そしてすごい高熱も出て苦しんだ思いがあるもんですからワクチン受けなくてそういうふうに、まあ、苦しんだ経験から、まあ、二度とあんなね高熱にうなされるようなことはなりたくないと。でこのワクチンっていうのは、決してウイルスにかからないじゃなくてかかったとしても、重篤化つまり重症化しないっていうね保険みたいなもんですから、私はもうそういった忠告ありがたくまあいただいたんですけど、まあ、二度とそういったね熱にうなされるようなことはしたくないということで受けてきたんですけどね。まあ、HK さんは何でも新しいものには飛びつきますからね。そうですね。はい。でも君、打ったのは本当にワクチンだったの？砂糖水じゃないの？君の。ワクチンです。ニンニク注射と間違えてないですか？君なんか、ね、トカさん元気ですからね。そうですね。非常にね。で、あと、オカメさんもなんか受けてますよね。はい。2回目受けてますね。はい。なんともなかったですか？いやー、やっぱ出ましたね。熱。熱に出て、やっぱちょっと、1日はもう寝往生しましたですね。まあ、そういうことでね、まだまだ沖縄県内では、まあ、1回目すら受けてない人結構いるようなんでね、まあ、私たちの放送が少し参考になればいいかなというふうにね思っております。まあ、特にそのチャイナウイルス、まあ、世間ではコロナと言いますけど、そのコロナにねかかってしまった身とすれば、ワクチンを打たずにそれにかかってね苦しい思いをするぐらいだったら、まあ、ワクチン接種を受けて、まあ、かかったとしても軽く済む方がねずっといいんじゃないのかと。ワクチンというのは決してかからないために打つのではなく、まあ、かかったとしても、重症化しない、まあ、軽症で済む保険のようなものだと、まあ、理解していただければいいかなと思っております。さて、今夜もですねスタジオで本当に素敵な、はい、いでたちで頑張ってるナイスガイ、はい、マンゴー仮面さんなんですけどね。まあ、このマンゴー仮面さん、うちの番組ではタカさんスターですからね。スターというかもう書き回し役というかいろんな形容ができますよね。いやでも岡部さん、こんなねラジオ放送でこんな放送事故かましてくれる人ってなかなかいないですよね。そうですね、懐の深い放送局だと思います、ね、はい。ということで今日はですね毎週毎週何かと私たちを楽しませていただいている HK さんにね私から一曲プレゼントしたいと思います。サザンオールスターズのナンバーからお送りいたします。君こそスター。うーん、来た来てしまったというか、まあこれからまた選挙でわー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 騒がしくなるかなと思うんですけどね。
はい、また多分沖縄の選挙だと辺野古新基地が普天間がっていうのがまたなんか主要課題一番の論点みたいになるんじゃないかなって思うんですけれども、7年前の県知事選なんか候補者が4人出ました。で候補者の1人が木縄正吉さんっていう方で、この方普天間の辺野古移設反対って言ってました。でその当時木縄さんって民主党に所属してたんですけど、その民主党は応援するんじゃなくて党の方針と反対するから除名だって言って木縄さんをもう除名するっていう処分やったんですよね。でその処分やった中心のにいたのが枝野さんって方だったんですよね。でその枝野さんってまあいろいろあってなんか党を立ち上げて一見民主党でしたっけ、まあそこの代表になってるんですけど、でこの選挙に向けて何言ってるかって言ったら辺野古移設は中止だって言ってるんですよね。でその辺野古移設反対って言ってた木名さんを追い出した人が今頃何を言ってるんだろうって思いましたね。本当それはい、ということで非常にお粗末でございました途中までは結構ね、タカさんまともに言ってたんですけどね。なんか最初にさ、来てしまったよとかって、なかなか本題に入らなくて、で、途中で切られてさ、だったら早く本題に入りなさいよ。結構ね、タカさん今日いい話してるなと思ったんですけどね。まあちょっと、自分はちょっと心の中でヒヤッとしましたけどね。思いっきりなんかイントロダクションが長くてね。なんでいきなり7年前の話するのかなと。いやしかし、はい、視聴者の皆様、この HK 仮面の俺に言わせるのコーナーは、いつもこのピンクパンサーのね、BGM で流れるんですけど、まあ、毎回毎回ほとんど途中で切られるということでね。いやー、本当に HK さん今日も面白かったですよ。で、HK さん切られるとまた不完全燃焼するんですよね。その切られた原因が、もう最初になかなか本題に入れなかったことって。まあ、今日もこういう感じで、本当に笑わせていただいております。放送事故作家、HK ゴスロリー、マンゴー仮面さんのコーナーでございました。はい、ということで、今夜も思いっきり笑っております、ワンのうむいでございます。まあ、結構ね、タカさん、内容は真面目系の話多いんですけど、はい、なぜか時々お笑いになってしまうんですよね。まあ、実はこの放送ですね、ラジオで途中からしか聞いていないとか、先週どんな話やってるんだろうっていうに興味のあるね、視聴者の方々はぜひ YouTube? YouTube でチャンネルボギーと探しますと、このラジオ放送のアーカイブ、そして私が毎日、視聴者の方々とやり取りをしながら話をしている、ツイキャス放送のアーカイブが上がってますんで、その方ぜひまたご視聴いただきたいなと思っております。私自身がね、タクシー業界の、はい、人間なんで、まあ、タクシーの話もいろいろやりますけど、まあ、今回この緊急事態宣言が戻ってね、夜の街に活気が戻れば HK さん、タクシーの乗務員の方々もお客さん増えますね。そうですね、夜勤の方々ももう今まで以上に売り上げ戻るんじゃないでしょう。今まで以上とは言わないけれども、まあ徐々に戻っていくかなと思いますね。そうなんですよね、まあ、今まで本当に高さん夜は人が歩いてなかったですからね。まあそうですね、お店が飲食店が閉まっているということもありまして、まあ、夜出てもしょうがないということで家にいる人が多かったんじゃないですかね。そうなんですよ、実はもう車庫に、ね、夜勤ほとんど止まってましたから、はい、夜走ったとお客さんいないからということでもう昼勤メインになっちゃってですね、まあ、沖縄のタクシーというのは本土と違って昼勤と夜勤がね分かれているんですよ。本土は一昼夜制といって24時間任せられるんですけど、沖縄では昼と夜に分かれてるんでね、そこはちょっと違うんですけど、まあ、昼勤のね乗務員さんもこういった、
武漢肺炎が流行しますとやっぱり客が減ってしまって、まあ、こういった1日の売り上げが5000円とか6000円の方もいますからね。でも HK さん本当にタクシーっていうのはついてないときはお客さん全然当たらないですよね。そうですよね、はい。変なお客さんを乗せたとかそういった話は聞いたことあります？変なお客さん、まあ、あくまで聞いた話なんですけれども、はい、那覇から那覇じゃないのあれ浦添から名護まで乗ってで目的地のところに着いて降りたんだけれども、運転手さん待っててねって言って降りたんだけど、そのままどっか行っちゃって、運転手さんは運賃いただけなかったっていうこともあったというふうに聞きましたね。これって乗り逃げですよね、HK さん。そうですね。HK さん、そういったのは実際体験したりとかそういったのはないですか？私は体験したことないですし、周りでもあまりないって聞いてます。まあでも高さん、 HK さん別な意味で変な体験してますからねそうですね、自分自身が変なんですけどね変ってそこまで言いますかねいやでもだってさ、コスプレしてのラジオで喋る人なんてそうそういないでしょそうなんですよね、本当にこれラジオだけ聞いてると結構ね、まともな話だなと思うんですけど、これ映像で見るとね、タカさん、もう全然話が頭に入ってこないっていう感じでございまして。でしかもさ、いちいちシャツまで重ね着して、さっきなんか暑いとか、なんか文句言ってたけどさ、君もしかして職場とかでも、なんか変な重ね着して、暑いとか言って、で、冷房の温度をやたらと避けて、品種を買うとか、誰かさんみたいに。いやいやいや、今日はでも、タカさん、HK さん、ちょっと面白いシャツつけてますね。そうですね。これ HK さん何なんですか、これ。この番組、サポートしてくださってるボディ中佐からのいただき物です。はい。まあ、でもこれを着てほしいっていうリクエストなんだろうなと。でももう送ってこないでほしいとか言ってなかった？まあ、でも君これお気に入りだよね。何ですかこのオレンジの。これはイルカですか？クジラですか？何なんでしょうね。これ。なんか頭から水吹いてますけど、まあ、そういう海洋生物ということで。ああそうなんですか。まあ実は私ね、那覇市内いろいろね回っていると、最近特にこのオレンジ色の外線車、うんうん、軽のワンボックスカーとか、この前驚いたのは、ね、軽トラック、なんか廃品回収かなと思ったらね、オレンジクジラちょっとびっくりしたんですけどね、HK さん。そしてもっとびっくりしたのは土曜日、国道58号線から、この立候補予定者の名前を変えた旗を立てた三輪バイクが失踪していたんですよ。なんかピザかなんかのデリバリーで使われるようなバイクが。岡部さん、こういったね、いわゆる事前運動っていうのは本土ではほとんど見られないらしいですね。そうですね、そういうのは本当に自分はもう、そうですね、内地の方で20年以上は暮らしてたんですけど見たことないですよね。まあ、なんか沖縄はね、高さん、社民党の照屋監督先生が、ね、以前この選挙の応援に本土からたくさん人が来た時に演説ぶちかましてですね、公選法を守るぐらいだったら帰れって言ってからねもし公選法を、ね、破って警察に捕まったら水尾さんに相談しなさいとまで言い切ってですね、思いっきり品種を買ったことがあるんですけどまあ最近この沖縄県の選管もね、やっと重い腰を上げて、まあ、YouTube で動画を流したりポスターを作り始めているんですけど、まあ、沖縄はまだまだこういった公選法に対する、認識っていうのがやっぱり一般の県民の中に、ね、広がっていないっていうか、本当はこれ違反なのに、ね、逆にこれをやらないとお前何してるんだっていうふうに、ね、とっちめられるようなこともやっぱりあるんですよね。まあ、そういった中で今街中ではそう今度来る衆議院選挙に、ね、まあ、備えてか、街宣車が何台か走ってますけど、それ以外にも高さ見られますよね。
まあそうですね、あの一番ひどいのはあの上り旗、立候補予定者の名前書かれた上り旗がもうあっちこっちにあの建てられていて、あの道路を走ってみてももう何百メートルか走ったらまた上り旗、何百メートルか走ったら上り旗っていう、まあそういった状況になっておりまして、まあ本当これってもう戦火見てるのかなっていうふうに思いますし、あと先ほどのポスターの話なんですけども、そのポスターって街中で見かけたことないんですけども、いくらポスター作ってもちょっと目立つところに掲示してないとあまり意味ないんじゃないかなっていうふうに思いますね。だからね、こういうことはもっと早くから私はやってた方が良かったんじゃないかと思うんですけど、まあ、今から6年ぐらい前ですかね、まあ、県の汚染官の方に私申し入れしたことがあるんですよ。あの沖縄の公選法違反はあまりにもひどすぎると、で県の汚染官としてもね、県民に対して、こういったのがやっぱり公選法違反だよっていう、そういった啓蒙活動のね、ポスターとか放送とか新聞広告出したらどうですかっていう提案をしたら、返事が予算がないんですよって言われたんですよ。当時ね、予算がないと。いや確かに予算はなかったんでしょうね、当時はね。まあ、今はもう予算がついたのか分かんないんですが、まあ、少しずつその状況を変えようとしてるっていうのがね、まあ、見えてるっていうことで、まあ、県の選管も人数そんなにいっぱいないんですよ実は、はい、県の選管って言ったらなんか何百名もいそうな感じするじゃないですか、はい、50名とか100名ぐらいいそうじゃないですか、はい、全県的なことだから。違うんですよ、はい、十数名しか実はいないんですよね。ですからあれだけの人数でこの沖縄県全体のものをね一生懸命頑張ってるんで、あまりだから選管の方々何してるんだっていう感じで、あのとっちめるのは私はやめてほしいなと。彼らは彼らで一生懸命頑張っているんでね、ただ少ない限られた予算の中で、まあ、今回こういったものをね、あのポスターを掲示したりやってますんで、まあ、逆に戦艦このように頑張ってるんであれば、後期と呼ばれてる新聞なんかがね、こういったの無料で全面広告で載っけてもいいかななんて思うんですけど、どうですかね、高さん。まあそうですね、やはりあの先ほどの、まあ、戦艦が作ったポスターにしても YouTube にしても、あの見られないと、あの県民の多くが目につくところでないとちょっと意味がないと思いますので、うんうん、やっぱり新聞広告ですとか、あと自分がやってほしいなと思うのは、あのテレビ CM 流してほしいと思いますね。まあテレビだと、まあ CM すっ飛ばしてあの見る人いるとは思うんですけども、でも CM が入る全部が全部あのすっ飛ばしているっていうわけではないとは思いますし、あの時々ちょこんとですね、あの CM 入れるようにすれば効果あるんじゃないかなと思いますし、あと沖縄のあの民放が放送して天気予報で CM の流しながら流しているっていう天気予報多いじゃないですか、うんうんうん、その天気予報の CM をなんかの選挙 の CM にして流せば見る人多くなるんじゃないかなというふうに思いますね。うん、テレビはとてもいいですね、はい、多くの人たち見ているんでね。だから本当にあの例えばポスターにしても、あの上り旗にしても、沖縄ってあの他の候補がやってると、何やってるんだお前は出さないのかって言って候補者のところに電話かかってきて怒られるっていうのがあるんですよ、うん、まあ、自分も実際にあの選挙に出たことあるんですけど、そういったの違反だからっていうことでやらなかったら何してるんだっていうことで怒られましたからね。あと個別にね、家に入るチラシもあれ本当アウトなんですよね、うん、チラシっていうのは本当はあのきちんと選管からのシールを貼って、で立ち会い演説会のような本人がいるところで配布するのは OK なんですよ。ところがそれをね、あのポストとかにポスティングって入れるのは本当はアウト。でしかもそのチラシってなんかよく見たら内部資料とか書かれてるもの、そう内部資料とか書かれているんですけど、いるんですけど、ね、だから先日もね私のところにも入っていたんですけど、ちょっとオレンジ色のチラシがね、まあ、あれ見た時に本当にベーシックインカムとか書かれていてですね、大丈夫かこれと思ったんですよね。はい。まあだから、私こういったね、まあ一つの公約っていうのはやっぱり実現させるもんだと思ってますけど、たった一人でこれ実現できるのかなっていうのが自分思うんですよ。できる、鼻からできないことを言ってるんであれば、これはまさに口のお約束になっちゃうんじゃないかと思いますけど、それってやっぱりオール沖縄の方々が言ってる辺野古新基地阻止とかね、辺野古新基地反対っていうのとあまり変わらないような気がするんですが、
さてそんな中で非常に活動量が多いのはやはり HK さんがお召しになっている、ね、なんかオレンジ系統の方なんですけど、HK さん、その方についてのお話をお願いします。その方について、まあ今まで、あの、その人ってなんかあの自民党になんか戻りたいっていうふうに言ってるけれども、あの、いや、戻らないって戻さないってことで却下されてる方ですよね。この却下っていう言葉君とっても好きですよね。もう、いや、今までのことを謝って、まあ自分はもう何も役職もなしで、自分は出ない、ひたすら応援するから、もうペーペーでいいからってことでではなくて、もう俺をなんか立候補させろみたいな感じで言ってるのかなって思うんですけど。まあ実はこれ、あの、政治の世界では、あの、いろいろ迷惑をかけて、あの、元の鞘に戻るときに、あの、一番もう本当に一般人に戻ってね、一から出直すことを雑巾がけからって言うんですよ。ほう。はい、雑巾がけから始めろと。ところが雑巾がけではなくて、俺を戻せと。はい、戻してほしいと。向こうから歩み寄るべきだと。じゃないと私出ちゃうよっていうことになると、これちょっと雑巾がけとは意味が違うなっていうふうに思ったんですけどね、はい、まあそんな中で沖縄一区、まあ那覇なんですけど、これこのまま行くと、現職の赤嶺政権さん、そして比例復活の国場幸之助さん、そして、前回は維新の比例でね復活当選をしました下地幹雄さん、この3名の三つどもえになるんですけど、これって岡部さん、はい、どうなると思います？三つどもえになると。なんかもう結局これだとね、オール沖縄有利みたいな感じの流れしか見えてないんですけど、どうなんですかね。うん、そうですよね。高さん、でもこうなると、いわゆる、あの、赤嶺さんの票は減らないんですけど、いわゆる保守と呼ばれている票がまた分裂しちゃうということになっちゃいますよね。そうですね、前回がまさにそうでしたし、前々回も確かそんな感じじゃなかったかなというふうに思いますけども、前回はまさにあの分裂いたしましたからね。うん、結局ね、この国場幸之助さんと下地さんの票を合わすと赤嶺さんの票をはるかに上回っていたんですが、あの、結果的に、まあ、個人で得票したのは赤嶺さんが多かったっていうことで、まあ、赤嶺政権さんが当選ということになったんですけど、まあ、これをね、漁夫の利と言いますよね、はい、漁夫の利、はい、まあ、ですから今回もそのようなことになるのかなと思うんですが、まあ、もしそうなったら多分もう下地さん二度と、ね、自民党さんには戻るの難しくなるんじゃないかななんて私思ってるんですよね。まあ、以前からこの自民、あの、三京さんのことは私自民党時代からよく知っておりまして、まあ、いろいろね、会ってお話を聞いたりとかしております。非常にアグレッシブな方でね。まあ、ところが、あの、やはり今までそういうふうに、飛び出しちゃった後に、はい、この一区とかでね、まあ、一区だけじゃなくて、県知事選挙もありましたね、HK さんね。ですね。はい、そういったもんで、やはり、古巣にね、いろいろ、やっぱり、あの、迷惑かけちゃった部分がやっぱあるんであれば、真摯にこれは頭下げてね、あの、雑巾がけからやりますからっていうことで、あの、なれば私はまだ目はあったんじゃないかと思いますけど、まあ、とうとうそういったこともなしで、はい、分裂のまま進んでいくとなると、那覇は非常に厳しい戦いになるなっていうふうに私は思っていますけどね。さて、じゃあ2区宮崎さん、はい、はい、宮崎さんも前回現職のテリア監督先生にね負けまして比例復活してますけど、2区の展望はどうでしょうか、 HK さん。まあ、ちょっと自民党を応援してた人がどう動くのかなっていう気になってる部分もありまして、うんうんうん、で今回岸田さんが勝ったじゃないですか、はい、で、あの、宮崎さんで河野さんを
応援するって表明してたんですよ、 SNS で。総裁選のに出た河野さんで、そのことに対してよく思ってなかった自民党の支持者の人たちはいろいろ意見したりしてたんですよ。でその意見してた人たちがちょっと票を入れてくれるのかなっていう不安要素あるのかなと思いますね。うん、まあ、でも本当この宮崎さん、自分もねいろいろお世話にもなってよく知ってる方なんですけど、すごい頑張り屋さん、そう有能な方でね、そうそうそう、もう本当に約束したことを必ず守る方なんですよ、はい、そういったところは私非常に評価しておりますし、またね今まで現職だった照屋監督先生、はい、実はこの番組に2回も出演されてますからねよくねこの番組あちら系の方々が右翼番組なんて言うんですけどね、全然右翼じゃないですよ。だって右翼番組に照屋監督先生が出るはずないじゃないですか。あとね、地形さん、木名正吉さんも出たことあります、ね、ありますよ。斉藤雅史さんまで出ましたからねこれのどこが右の番組だって言ってるんですけど、うちのは普段からね右でもなく左でもなく仲良くしましょうよっていうことでやっているんですけど、うん、なぜかね多様性とか表現の自由とかね、そういった人権とか言ってる人たちから見ると私たちのような考えは思いっきり右に曲がってると、ね、でいろいろ、まあ、基地反対派と話をしてね現場で、まあ、討論になる時もありますけど、大体基地反対派っていうのは自分たちと話をすると最後はもう答えきれなくなってだんまりしちゃうんですよね。でだんまりした挙句の果てにこう言います。お前たちは新聞を読めと新聞を読まないからお前たちみたいになるんだって言ってから怒られましたよ。で私カチンと来たんでね、はい、いやいや新聞ばっかり読んでるからあなた方みたいになるんでしょうと、今時の若者なんて新聞なんか読みませんよって言って、だからお前みたいになるんだよと発狂してましたけどね、はい、いやーしかし本当にそういった人たちが基地の前でね HK さんアウアウしてるじゃないですか。そうですね、はい、君も辺野古の、はい、前の浜でね、名護の市議会議員と闘牛してましたからね基地反対派の写真見たら今でもゲラゲラ笑うんですけどね、はい、でも岡部さん、なんで人たち普段は多様性とかね表現の自由と言いながら自分たちはそれを否定するんですかね。そうですね、不思議ですよね。いやもうそういった表現の自由とかで市川とかでもね、あ市川じゃないですね、松戸の方でも、うん、VTuber がね表現の自由を守る側、守ろうという風な側を潰そうとしてね、フェミニストとかが勝ち込みかけて、はい、それでね VTuber とかでも潰されたりとかするとか、だからその表現っていうのを本当規制する人たちがなんか自由だね、人権だね。そうなんですよね。まあだからそういったねまあ、ヘイトの条例の話も出てきていますけど、米軍基地の前でねこのアメリカ人にヤンキーゴーホームとかねゲラーリとかね口から泡飛ばして言ってる人はヘイトじゃないっていうわけですから、おかしいですよね。おかしいですね。まあ、こういったのは相手がどう受け取るかによってヘイトなのか何なのか決めるんであってね、それを自分たちの価値観で決めちゃうっていうのはまた違うんじゃないかと思うんですが、まあ、そういったところもねこの宮崎先生しっかりとやっぱり理解しておりまして、以前この基地のフェンスに赤いテープとかゴミが結わえつけられてる時期があったんです。ちょうど3年ぐらい前ですか、高さん、もうちょっと前です。4年ぐらい前までは4年ぐらいになりますかね、まあ、そういった中で実はこの宮崎先生国会議員の中で、ね、沖縄選出の国会議員の中でただ一人この普天間基地のこの汚されたフェンスの掃除にね参加してくれたんですよ。あの時汗かきながらね一生懸命そのテープを剥いでる姿を見て、あこの人って本当にこの地元のことを大事に思ってるんだなっていうふうにね思ったんですよね。まあ春川はこれは表現の自由だって言って貼ってましたけど、やっぱり通る人たちからするともう汚してるようにしか見えないと。
それをね、国会議員の方が汗をかきながら一生懸命一枚一枚剥がしてる姿を見て、あ、自分はこの宮崎先生ずっと応援してあげんといかんなっていうふうにやっぱ思ったんですよね。はい。で、今度対抗馬の方も、照屋監督先生の後継ぎということで出てきていますけど、まあ、政策はやっぱり辺野古新基地反対、普天間即時撤去ということになりますけど、まあ、ずっとねこういったことを訴えてきて、果たしてそれが実現してるかどうかっていうのは、まあ、有権者一人一人が判断すればいいかなというふうにね思っております。それと沖縄市伊北はまた3区ですね、はいはいはい、元沖縄北方担当大臣の島尻愛子さんと、やらないかのやら智弘さんこのやら、HK カメさん大好きな、もうこのやらさん、HK さん、あなた詳しいですよね。だってこの番組で、フラッシュの記事紹介してるときに、もう一人で大爆笑してましたからね。何ですか、その HK さん、フラッシュの記事っていうのは。まあ、そのやらさんが、沖縄タイムスの社員だった頃に、なんか、パワハラ不倫とか、そういう、もう、びっくりするような、見出し、の記事が週刊誌に載ったんですか。週刊誌がそういう、やらさんがそういうことをされてたってことがもう週刊誌に載ってて、見出し見て本当にびっくりしました、ね、こんなこと書かれたらやっぱりね、ファクトチェックが大好きな沖縄の新聞はファクトチェックしたんですかね、高さん。まあ、全然してないですね。その記事すら出ていないですね、沖縄にしては。その中では、その屋良さんっていうの不動産も持ってて、その不動産を米軍に貸して賃料を得ているっていうことも載ってましたね。基地に反対しておきながら米兵にお家を貸してお金もらってたんですか、ということも書かれて、その週刊誌に書かれてましたね。うわー、これすごいですね。まあ、これが嘘であれば本当に屋良さんの名誉にも関わる話でありますし、じゃあその屋良さんって、その週刊誌出した出版社告訴しないのかなってって思ったんですけど、そういう動きもやらないですね。やらないんですね。これってちょっとね、有識問題かなと思うんですけど、まあ、以前このね、屋良智弘さんツイッターで発信した内容があって、この普天間基地に火のついたランタンを飛ばそうと、そしてそれって危ないですよっていうことでね、ツイッターの中の人に指摘をされたら、ホスプレイだけ燃やせればいいんですっていうことをね、発信したっていうことで、これも大問題になっていましたけど、なぜか沖縄のメディアっていうのは、こういった革新系、オール沖縄の人たちにとって都合の悪いことは報道しないんですけど、岡部さん、なんでこういうふうに、ね、ある特定の人たちにとっての都合の悪いことは報道されないんですかね。まあ、アメリカの元ゴアで副大統領も言ってた、不都合な真実。ああ、不都合な真実ですね。はい、この番組もね、タカさん、ラジオだけ聞いてると非常に真面目な話だなと思っても、映像で見ると本当に不都合な真実が見えてきますからね。そうですね。不都合な真実なんです。不都合なコスプレって。そうですよね。もう絶対に頭に入ってこないと思うんですけど、まあでもこれがね、非常にやはり本人にとってもまずい話なんですけど、普段だったら沖縄の新聞がね、ファクトチェックと言ってやるんですけどね。もし自民党ですとか国政与党の政治家がやっていることだったら、もう叩き放題叩きまくりますよね。だってテレビ東京で放送されたニュース女子、そのニュース女子、MX テレビですか、はい、東京 MX で放送されたニュース女子で、ね、このいわゆる活動家たちが、その活動の現場で見つかった茶封筒に名前とね、金額が書かれていたっていうことが報道されたんですよね。すると勝手に、あちら系の人たちは、日当をもらっていると報道したと言って大発狂したんですよね。それともう一つ、はい、このお金をね、もらっている。ということをね、地上波で言ったっていうことで、これ裁判になって、ある、韓国系の方がね、名誉毀損で訴えて、一審で勝っているんですけど、まあ、実際にこの方、自分の団体で、
沖縄に行くんだったら旅費をね支給しますっていうことで乗っけてたんですよね。そうですね、はい。まあ、だからそれ見るといや実際に旅費支給してたじゃないかっていうことになるんですけど、まあ、裁判はまだ、ね、肩がついてないと思いますけど、まあ、そういったのもありますし、まあ、この茶封筒を見つけたのは私たちがあの普天間基地の掃除をしてる時だったんですけどね、くしゃくしゃに丸められた茶封筒を広げると光弘っていう名前が書かれていて金額まで書かれていたんですよね。はい、で当然中身は入ってないです、破られていたん でもう一つは、大城と書いて、ね、なんと1週間の日付が書かれて何日と何日は休みっていうことで書かれていたんですよ。でこれはねどう受け取るかっていうのはやっぱり受け取った人が判断することであって、我々は決してこれにお金が入ってたなんて一言も言ってないんですよね。で実際私この BPO から弁護士さんと一緒にね調査に来たんですよ。でいやテドコンさんこれにねお金が入ってるって言いましたかって、私一言も言ってないですよと。だけど私はねあるものをあげてるのを見たことがありますって言ったら、何をあげてたんですかってすごい目を乗り出したんですよね。で私はそこでニラですよ、ニラって、ニラ配ってましたよって言ってから固まってましたよ。いや実際にね、地球さんこの大山ゲートでね反基地活動してる反対派ニラ配ってましたからね。ですね、ニラですよニラ、ね、反基地活動家のパワーの源はニラって言って、私たちは決して現金を配ってるって言ってないし、 BPO のね調査にも現金をもらってるところは一度も見たことありませんと私きちんとね、答えてあります。ですが私がね現金をもらっていると言ったって言ってるねなんとかモバイルさんなんかはちゃんと BPO で調べてね土下座しに来ないといけないかなと思ってますけどね。あ、まあ土下座しないでいいんで HK さんのブロック解いてくれたらね高さんいいと思うんですけど、君言いたいことあるんでしょやっぱり。はい、ありがとうございます。呆れてもう何もちょっと思いつかない。はい、ということで3個はね、元北方担当大臣、沖縄北方担当大臣との島尻愛子さんと屋良さん、屋良さんが、まあ今、ね、現職ですけど、まあ、今度はねさすがにこの反基地運動のうさんくさっていうのうさんくささっていうのを結構多くの人たちが分かってますし、それに革新系の人は勝ったら反基地しかしないっていうふうに思ってる人やっぱりいっぱいいるんで、今回の、ね、選挙の行方ってのはちょっと分からなくなってきたと。まあ、4区は、宮古石垣と、あと島尻本当南部の方ですね、はいはい、そこはあの現職の西目さん、はい、西目さんも、ね、よく頑張ってるんですよね。なんかもうもしかしたら今度の岸田内閣で閣僚入りするんじゃないか、うん、だからっていう話もなんかありますね。そうだからね、まあ、保守にしても革新にしてもね各候補者やっぱりそれなりのことをやっぱり頑張ってきた人たちなんでね、はい、まあ、それ今後やっぱり私たち有権者がどう評価してこの人にならっていうことでやっぱり投票すると。ただね公約公の約束ではなくて口の約束口約束の政治家私たちはやっぱり見極めなければね、また当選させたら辺野古の基地の前に座り込んでるっていうことになったらちょっと残念かなというふうにね思っております。さて今日の締めは岡目さんでお願いします。はい、まあ、とりあえず、武漢ウイルスにかからないように頑張っていきましょう。以上です。はい、ということで、規制は解除されていますけど皆さんねまたこれ第何波のまたピークが来ないようにぜひ自重されていただきたいと思っております。ということで、今夜の放送これにて終了させていただきます。皆様、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。